張ります。了解した。現場に到着。ここでモンスターと戦うんだよね。大丈夫だよ。そんなに強いモンスターじゃないからね。ほらプリム、一般兵とお前を一緒に考えるんじゃない。もうユニってば心配性なんだから。大丈夫だよ。ここにいるモンスターは。うわ、大きい。慌てるな、そう難しい相手じゃないから。そうそう、ドカってやってズバババーンってやれば簡単に勝てるよ。わけのわからないことを言ってないで、戦闘準備。はい。よし、それじゃあ行くよ。さあ張り切っていこう。よし、そりゃゴリャー。いって。頼むね。了解です。舐めないで。よろしく。了解です。任せた。待って、いっ
なんとか終わった。ねえユニ、骨パンダが武器を落としていったよ。武器だと？なぜモンスターがそんなものを持っているんだ？人間を襲って奪い取ったのかな。モンスターがそんなことするかな。私、武器取られたことないよ。そうだよね。ひとまずその武器を持って帰ったらどうだ。放置していくのももったいないだろう。ね、持って帰れば誰かが使うかもしれないし。それじゃあさっさと帰るぞ。私は早く昼寝がしたい。あ、こんにちは。あら、こんにちは。この辺モンスターが出るみたいだから気をつけてね。はーい、あなたもね。そうだね。でも、どうしてこんなところに一人でいたんだろう。あの女、この国の人間じゃないぞ。工芸士さん、どうしてそんなことがわかるんですか。いや、なんとなく。それよりラツ、その工芸士という呼び方はやめてくれ。普通にユニでいい。あと敬語もいらない。そうだよラツ、仲間なんだから仲良くしよ。はい、気をつけます。それじゃあ城に戻るぞ。陛下、あの、何をおっしゃっているのかさっぱりわからないのですが。ごめんごめん、翻訳スイッチ切りっぱなしだった。ことになっちゃったってどういうこと？ぶっちゃん、陛下がさっき言ってたことわかるの？バカ、そこに触れるな。話が長くなる。ああ、
実はさ、南の方にさ、でっかいさ、武器庫を作ったじゃん。知らない。そんなの作ったっけ？作ったの。でね、それがモンスターに襲撃されてさ。武器を根こそぎ強奪されたのか。ユニ正解。護衛の兵団は何をしていたんですか。兵団の親睦バーベキュー大会をやってて無人だったんだって。バーベキューでなんで大会がつくんですか。いいなーバーベキュー。お肉だったらいくらでも取ってきてあげるから、私たちもやろうよ。待ってろこのバカども、話が進まないじゃないか。武器集めてきてほしいな。いいよ、やるやる。ありがとう、ぶっちゃん。さすがは俺の妹、戦姫。助かっちゃうな、かっこいいな。実はさっき回収できたけどさ。もしかしてもう取り返してきたの。さすが早いね、惚れちゃう。でしょ、この調子でガンガンやるよ。それじゃ次の戦闘に備えて街で準備しておいで。ここが道具屋さんだよ。それでもってあっちが武器工房。
ださいね。いらっしゃいませ。の兵団長に会ってないはずよ。あれ、そうなの？急遽配属になったから手続きとかの都合でまだ会えてないんだ。早く引き合わせてあげたいけど、あちらもいろいろ忙しいみたい。もうちょっと待ってて。はい、わかりました。さて、話は以上か。それなら私はそろそろ昼寝に。プチ姫、マリー、おかえりなさい。ただいま戻りました、僕のプチ姫。あなたはどうしてこんなにも僕の心をわしづかみにするんだ。私別にマリーの胸を掴んではいないよ。やっちゃん、この方がおっしゃっているのはそういう意味じゃないよ。君は誰だ？死んだダーヘルの代わりに来た新しい従者のラーツだそうだ。ユニット！城にいるなんて珍しい。そんなに僕に会いたかったのかい？相変わらずテンションが高いな。ダンヘルが死んだ。いつ、どこで？一週間前に戦場で大きなモンスターを相手に一人で戦って死んじゃったの。私も駆けつけたんだけど間に合わなくて。そうだったのか。彼の死は悲しいことだが、自分を責めてはいけないよ。戦士が戦場で死ねたんだ、本能だろ。うん。陛下、この方は。
彼女はマリアンヌ、観察型外回りの班長だ。簡単に言うと外交官的立場の人かな。隣国ヴェロスとそのさらに隣のアルマトゥーラなどをめぐって各国の情報を集めてもらってるんだ。レイカ、姫の従者が男だなんて一体どういうことなんですか。女性にしてくださいと何度も言ったでしょ。ああ、はいはい、すみませんね、いろいろ事情があるんです。おや、レイカのお声は聞こえるのにお姿が見当たらない。あのね、マリー、お兄ちゃんガチョウになっちゃったの。それでは今目の前にいるアホ面のオスガチョウが陛下だと。かわいいでしょ。プチ姫の方がかわいらしいよ。マリーは相変わらずプリュムに弱いな。王様に向かってアホ面がひどくない？このガチョウすっごくかわいいのに。ま、冗談はその辺にして、ところでマリー、何か緊急の報告があるんじゃないの？急いで入ってきたようだったけど。ああ、はい、そうでした。大農場地帯にて巨大なドラゴンが出現したという情報が入りました。戦える兵士を先に向かわせ足止めをさせてはいますが、状況は芳しくありません。ドラゴン？それもしかしたらこの間逃がしちゃったモンスターと同じかも。国の食糧庫である農場で暴れられるのもかなりの痛手だな。早く倒さないと大変なことになるぞ。さてプリム、姫兵団は再編成中で兵を出せない。君一人の力に頼ることになるけど、いいね。任せて。私は人民のために戦う戦姫だよ。もう前みたいなヘマはしない。シグト、私もついていく。だから心配するな。わかった。ユニ、ダース、プリムをよろしくね。かしこまりました。